ではここからは本日の第12レースドリーム戦千成賞に出場します六戦勝登場です千成賞六号艇フローム静岡深谷智弘こんにちは、えー、オールスター迷惑かけてすみませんでした精一杯走りますセ精パー外してください千成賞五号艇フローム広島山口剛山口剛 こんにちは、えー、いつも住みの上でボコボコにされている僕をドリーム戦に選んでいただいてありがとうございます、えー、今節は最終日まで真剣勝負します応援のほうお願いします頑張ってください千成勝4号艇地元フローム大阪神城信孝おはようございま先輩頑張ります楽しください精一杯頑張ってください,ださい千成勝3号艇フローム福岡 西山孝宏。頑張れ、石野貴之、私も頑張ります。見ててください。せーの。もりもりもりやー。り人のやつです。人のやつ。せんなり小二号艇、ローム群馬、ブス島誠。こんにちは、え、伊勢塚先輩頑張ります。頑張ってください。さあ、ラストはこの方。 千成一号艇地元大阪、フロー大阪石野貴之こんにちは、えー、最終のので精一杯頑張ります、5000円お願いします。頑張ってくださいですか西山ってやつですかあれはもう目立たないですよ。もうだって、もりもりもりや言うてるぐらいですから、さっき言わんとってよ。何がですか言おうとしてたんですか、うん、全員でやろうとするでしょ、また。<laughs> モアさん、今回出てないんですやるな最後深谷選手やからちょっと気になりますね気になりますよね、はい、さあそれでは最後ファンの皆様に一言お願いしますはいえっ、ー、と一生懸命頑張ります見ててくださいせーのンりリンモーリア頑張ってくださいありがとうございますもう流れできましたよ知りませんよさあ行きましょう こんにちは。2号艇仏壇孫先生です。よろしくお願いします。お願いします。嫌な流れ来ましたね。やりづらいやりづらいですよ。いや、もうブス島選手はそのキャラじゃないんですから、そうですね。いやでもこの2号艇で登場ですが、天にしたモータープロペラも変わったんですか？プロペラね。そう、ヒビ入っててシンペラになってしまったので、ちょっとボク色に染めたいなと思ってます。ボク色に染めるその染め方は結構できてきてますか？ 難しいですね。難しい。まずはプロペラからまず第一でそうですね。あの、本体自体は悪くなさそうなの<お>、はい、ということも、本体自体で。あとはもうプロペラにまずは集中うん。そうですね。はいまあ走ってみて試運転してみて。まあ、ここもうちょっと欲しいなっていうのは、も全部プロペラの形を決まってからですか？だと思いますね。うん、ただ、あのま新、あ、ピラーでも動き悪くなかったので、はい、まあ少し楽しみあるかなと思います。はい 2>,、はい、2号艇で登場です。コースのイメージなど含めてまあ多分2コース取れれば。 そのま、はい、まま行こうかなと思ってますスタート感、いかがでしたか、もう隅のやっぱりイメージ的には悪くない、うん、まあ悪くないですし、やっぱここはね、絶対勝たなきゃいけないレース場だなと思ってるので、はい、あのここで強くなりたいです、ここで強くなりたい、そんなブツジェマ選手、今、ここで強くなりたい、いいコメントいただいて、最後にもう一言、ファンの皆様に、いたただきたいですいいレースできるように、あの見ててください。はい、いいですか <laughs> せーのもりーもりーもりやーありがとうございますまだ恥ずかしがってますねそんなんじゃ強くなれるかって十分強いんです三号艇西山孝博先生よろしくお願いしますはい。 もう流れできましたねあありがとうございます、はい、流れできましたもう本当にでも見ててくださいで頑張ってますけども、はい、テニスさんモーターコメント聞いてますが、はい、いかがなものか絶対言わないでくださいよ、はい、ダメですダメですうん そんななに手応えがよくないいや昨日もうぶっちぎりのタイムだ叩き出したんで、<う>はい今日もう今、上、全部変えてきました、上、全部変えて、まずはもう、整備も全部やってから一通りやって、はい、やったんでね、えー、今日は医師の信用金庫に銀行強盗入ったろうが、銀行強盗入ってやろうと、えー入って整備はしたので、自分の中では、全権よりかは、はい、良くなってるはずです良くなってるはずなんで、ほん、はいはい、もう、しっかり入れると。 狙っていける。もからってますんでそのやり方なんですね。そうですはテレビで見たテレビで見たから近からタイプいらないんですよ。じゃあもう整備して、あじゃ普通はあるかないや、わからないです。まだ出てないんで。あじゃあ乗ってみて。乗ってないんで。そこで試していい水面で僕が両手を太ったら、あ、これダメだなと思って。やめてください、本当に。やめなさい、本当に。 そういうのもいろいろ突っ込みにくいんだよもう本当にねいやでもチョンテはいっぱい行くでしょチョンテ行きますそれははい今からはい行きますもうどん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 整備して整備してはいどこが変わっていくかはもう楽しみにしていただきたい自分も変わりたい自分も変わりたいですけどえ最近ちょっと髪型どうしますか今まで1000円カット言ってたんですけどあの嫁さんがもうあんたもうやめなさいと言われてちゃんとしたカット行きなさいと こんな髪になって、何でも嫁色に染められますね。嫁色に染まって。るや、ありがとうございます。ああ、よくいわれた。ありがとうございます。本当に。そういうお父さんが一番かっこいいですよね。いや、いいですね。いいですね。だから、やっぱり奥さんのね、やっぱり色が、奥さんのセンスが一番いいですか。らそういうことですね。もうしっかりの嫁を選んだのは僕ですけど。いや、知らないです。ありがとうございます。いや、はははじゃないんですよ。いや、だから、もうしっかりとここはもう整備の結果を皆さんには見せたい。 まあいいろんなものを見せたですねスタート展示からチェックしていただきたい、そうですね、わかりました、さあ、3号艇です、得意の3号艇、皆さんも期待してる方、多いと思いますそうですね、一発穴開けるか、こけてボートに穴開くか分かりませんけど、頑張ってください、見ててください、じゃあ、最後にファンの皆様に、いきますよ、飛び出すな、マリマリマリやめてください、そのいじり方はちょっとよくわからないです、飛び出したんです、もう、やめなさいさあ、続いていきましょう。 もう本当にやりにくいやりにくすぎね <laughs> 4号艇上条信孝先生ですよろしくお願いします <laughs> すみませんねいやもうやりにくいしやりにくいしもう,、ま、いもう僕もなかなかヒヤヒヤしながら突っ込んでますよほんまにに本当にこの映像が本庄しか流れてないことを期待してますい、はい、ありがとうございます僕もそう思いたいですそう思いたいです四 <laughs> 号艇で登場ですがテニスたモーター手応えいかがなんですか なんか前評判ほどではないけど<あ>悪くはないいと思います、はい、もう新聞上ではいい評判の、ねはい、モーターですからそこまでは感じてないけどそ,そこまでっていう感じではないですお<ー>正直はいでも,悪く,もない悪くはないと思いますじゃあこの後、まあしっかりと煮詰めていってですけどもまずはどこからやっていきましょう,うんちょっと外回りから、うん、まあペラも見つつですかね、はいまあ、ある程度、しっかり自分の中では合格点はありそうかなと。 まあこの辺近辺で一回行ってみてもいいかなと思います、うん、まあこのドリーム戦時間はあ,ありますんで、はい、そこをしっかりと頭に入れながら、はい、そうですね四号艇で登場ですスタート感いかがでしょうちょっと前傾早いの行ってしまったんで<う>今日の朝の特訓はまあそれなりにしっかり行けたと思いますということはもうしっかり合わせても自分が攻めていきたいまあできたらまあそうなったらいいですけどまあそういう簡単にはいかないと思うんでどうなんですかね隣の赤い方は整備大整備されてます <laughs> いやもうなんだかんだでそんな悪いことないでしょなん <laughs> だかんだで そんんななな悪いいいいことはないいや分かんないです多分直してくるでしょう直しょ直てくるんで、はい、そこはもうしっかりと本番スタートで皆さん見ていただいてそうですね自分が出ていくようなら期待してくださいはいそうですね攻めていきたいですね攻めてはいきたいです、ね、分かりました、はい、さあそれでは皆さんお待ちかねの最後に一言お願いしますはい皆さん見ててくださいせーの「森森森ー悪いで、ね、さあいきましょうすいません こんなにだんだん緊張してくる。はないですね。まあ、正直はもう本当にキャラではないのは分かってるんですよ。<laughs> もうどんどん緊張感が増してくる。そう、ですも、深谷選手なんかもう動きたくなさそうです。<laughs> いや、原田部次。五号艇山口通選手です。よろしくお願いします。お願いします。山口選手はちょっと新聞の昨日のコメントを見てると、あまり。いや、あんだけなんか泣いてた西山君に、足合わせでやられたのは僕ですからね。<うん S 2> <laughs> あんだけ整備で泣いてたのに、はい、足合わせ、ちょっとやられましたかそうですね、はいで、西山にもう、剛さん、それはだめですよって、あの昨日言われたんで、早速、すぐ整備はしましたすぐ整備しました。はい、ということは、整備終わって、ここから試運転で、どんだけ出てくれるか、まずそうですね、まあ、ただ今日部品変えて特訓いった感じは、はい、ちょっと、和積みしできてそうなんで、はいはい、ちょっと楽しみはあります。<う>はい、ということは、まあ、昨日のうの表情よりも、さらにはよくはなっていると。まあとは思,思いたいですね。思いたいた、はい まあこの後時間もありますのでいろいろセッティング調整しながらでも、隅の絵ですからもう先ほど先紹会でも言ってましたけども、はい、やっぱりここのドリームっていうのはいやもう本当に隅の絵の水面には何回もあのボコボコにされて、はい、ここには僕お金をいっぱい落としてるんですけど賞金をね、賞金をするんですよ、いやでも5号艇ですよ、はい、ホースとかいろいろどうしましょう。いやあの西山君が あの穴掘って石野信用金庫に銀行強盗行くって言ってたし上条君が多分正面突破で銀行強盗できそうな足なんで<う>そのどっちかが開けた穴からこそっと行きたい。 しっかり狙っていきたい。はい、そうですね。そこの足をまずはつけたいってことですね。こそっとあの、舟券に絡めるようにっていうのが今の思いであります。わかりました。さあ、それででもしっかりと連日で足をしっかり整えていければ、理想の形に。そうですね。はい、と思います。それでは最後、ファンの皆様に一言お願いします。はい、最後まで真剣勝負いたしますので、見ててください。せーの。モリモリモリア。あ本当にごめんなさい。真剣勝負で攻めたいんだよ。こっちは。 ねえさあ、お待たせいたしました、いや、動かない、深谷さん、迎えに行きますから、六号艇、深谷智広先生です、よろしくお願いします、お願いします、本当に時間が経つのは長かったですね、早くどっかで終わってくれよと思って帰りたかったです、分かります、ただ皆さんの期待、このカメラの向き方、はい、期待してください、最後、決めてくれるはずです、お待ちください。さあ 手にしたモーターの手応えいかがなんでしょう <laughs>。そうですね。あのー、西村拓哉さんがもういろいろモーターもやっていただいてはい、はい、悪くないと思ってます。ということはもう全装のままでしっかりと仕上がってる感じはあえっ、ー、とですねプロペラに関してはなんかちょっと 違っったので<う>、まあ、叩こうかなと思ってますそこのプロペラをしっかりと叩いて煮詰めてという作業を今から時間でそうですね、はい、しっかりやっていきたい6号艇ですけどもスタート感はいかがだったんですかまあスタート感ははいこんな感じかなっていう感じぐらいです、うん、しっかりと自分の中では理想のスタートいけてるなとまだその調整しきれてない部分、うんはい、あるので、はいまあ、そこのやっぱりプロペラをまずはしっかり叩き切ってから そうですね最近ちょっと全然分かってないので、はいはい、しっかりなんか見つけて帰りたいですね。はいさあドリーム戦6号艇ですけども、まあ、強力なメンバー集まってますが、はい、6コースの想定ですか、イメージは、そうですね、はいもうしっかりと展開ついて、絡んでいきたいそうですね、あの連、ー、に絡めたらいい,ないいなと思ってますはいもうさっきから汗を拭う姿がね、ちょっと皆さん、ハマりだしてあると思いますが、そういう意味で汗を拭んてるんじゃないですよ。 最後に決めたいから今汗をかいてるわけじゃないんです暑いんですよねここが暑いですね。暑いんですよ頑張れようじゃないんですよ本当に一言だな <laughs> さあファンの皆様大変集まっておりますので、はい、深谷選手からも最後意気込みを一つお願いします、えー、ロッコス遠いですけどあのー、頑張りますんで見ててくださいせーの森森森やありがとうございますやりきったさすがでございます本当にね本当にすいません本当すいません 怒るなら石野を怒ってくださいさあそれでは最後千成賞に出場するメンバー改めてご紹介いたしましょう1号艇石野貴之選手2号艇マン島真子選手3号艇西山貴大選手4号艇上条直孝選手5号艇山口剛選手6号艇深谷智弘選手以上の6選手にて12月ドリーム戦千成賞が行われます